勇者君、勇者君はおらんのかね。なあ、はいはい、何ですか、外。え、何ですかじゃないよ。え、何、いきなり20年後って。あれですよ、リメイク。リメイク。最近流行ってるじゃないですか。名作を斬新な切り口で新たに生まれ変わらせるみたいなやつ。え、これで僕らも話題をさらってどさくさ紛れに世界征服してやろうという魂胆ですよ。生まれ変わるっていうか、わしもう死にそうなんじゃけども。流行りの新要素も足したので、これはもう固いですよ。見てください、ほら、将棋ですよ、将棋。いや、確かに流行ってるけど、将棋。お年寄りが将棋指しても何も珍しくないよ。もっとインスタ映えする感じが良かったですかね。ただいま。なんだ、また世界征服してんの。どちら様ですか。おいおい、いくら久々だからって、そりゃないぜ、パパ。パパ、もしかして、菩薩峠君。そうだよ、見ればわかるじゃないですか。いや、わかんないよ。何これ、なんで菩薩峠君だけ今時な感じになってんの。そりゃもういろいろ苦労したからですよ。お前小学校じゃ超能力のせいでいじめられて大変だったんだよな。ああ、すっかりグレた俺は超能力を悪用して喧嘩をしたり、人の財布を吸ったり、コンビニのロールケーキを片っ端からまっすぐにしたりしていた。でもそんな時、通りすがりのアイドルのプロデューサーに出会ったんだ。アイドルのプロデューサー。それで今じゃサイキックアイドルとして大人気だもんな。いや、もう訳がわからないよ。流行りの新要素足すぎじゃよ。このぐらい思い切った方が人気出ますって。さーて、久々のオフだし、ブレフロ2でもやるかな。2? なんじゃね、ブレフロの2が出たのかね。やだな、外、知らないんですか。ブレフロも生まれ変わったんだぜ。本格スマホ RPG ブレイブフロンティアの続編がついにリリース。その名もブレイブフロンティア2。前作から20年ほどの月日が流れ、新たな世界セルタビアを舞台に冒険が繰り広げられます。20年、ブレフロも20年経ったのかね。ああ、新世代のキャラはもちろん、おなじみのキャラもたくさん登場。さらに2人のプレイヤーキャラを切り替えて進むダブル主人公システムも追加されて、前作以上に重厚なストーリーを2つの視点から楽しめるんだ。そんな新要素が。それにしてもカルやセリアは全然年取ってないんじゃな。飛んで形状ってやつですね。アンチエイジングな。全然合ってないよ。昔懐かしい RPG を彷彿させるドット絵アニメーションは健在。タップとフリックだけの簡単操作でド派手なバトルを楽しめます。今回もすごいね。さすがブレフロじゃ。今回は新システムが追加されて、バトルがさらに奥深くなりました。それがクロスブレイブバースト。クロスブレイブバースト。パーティーに特定の組み合わせのユニットを入れておくと、バトル中にゲージが溜まっていきます。これが満タンになると、超強力な連携技クロスブレイブバーストを発動できるんです。怒涛の連続攻撃じゃ。ここからはさらに、とどめじゃ。ご飯食べてる。クロスブレイブバーストには特殊なアクションが必要なんだ。画面をタイミングよくタップしたり連打することで威力が変化するんだぜ。ますますバトルが白熱しちゃうね。待てよ、これあれじゃろ。いざガチャを回すとマンドラゴラばっかり出てきて、いつまで経ってもクロスブレイブバーストできなかったりするんじゃないの。騙されないぞ。いやだな、これだからピロチン老人は。いや、ピロチン老人ってなんじゃよ。ブレフロ2は課金アイテムのダイヤを使えば、欲しいユニットを選んで召喚できるんだ。好きなのを選んでいいの。クロスブレイブバーストが使えるユニットも一目瞭然だから、戦略性も高まります。ユニットへの愛着も高まるね。他にも謎解き形式のクエストや冒険をサポートしてくれるパートナーも新登場。他のプレイヤーと対戦するアリーナモード、特別な報酬が手に入る高難度クエストなども楽しめます。いや、遊び応え満点じゃ。すごいよ、生まれ変わったブレフロ2。いや、ほんとすごいでしょ。新要素もりもりでしょ。パパも一緒にやろうぜ。今日もお前らの作戦は失敗だ。いや、その声はそうだ、デラックスファイターだ。デラックスファイター、久しぶりだな。金よこせ。相変わらず最近なやつめ。あんた、くれねってなら、デラックスボンバー。へい。
なに？ボサストゲ君強い。あんな老いぼれ敵じゃねえぜ。勘違いするなよ。新要素はお前らだけじゃねえんだ。カモンさん。よ、鷹の爪だ。息子のデラックスさんか。昔のお前そっくりじゃねえか。というわけでくれ、俺たち親子の連携技、クロスデラックスボンバー。これはすごい新要素。全てを大幅に強化、正当進化したブレイブフロンティア。ブレイブフロンティア2、大好評配信中。